よーし、次は。こんにちは、ダルマ博士。おお、ヨルちゃん。今日はタモン君と一緒じゃないのかね。ええ、実は。どうしたのかな。3日前にタモン君がレンゲ座6時間に挑戦したの。でも。よし、レンゲ座6時間を達成するぞ。すっごい、頑張ってね。6時間どころか40分しか組めなかったなんて。結局6時間組めなくって、それで卑屈になってずっと部屋に引きこもっちゃっていて。ライドもしないし、毎日の修行も全然やらなくなってしまったの。それはいかんの。挫折して修行ができなくなったんじゃな。いきなりあんな無茶するから。あ、いやいや、そんなことを言ってはいかん。厳しい修行に挑戦することはとても素晴らしいことじゃ。でも結局挫折してしまったわけでしょ。挫折してもいいんじゃよ。修行の道は果てしなく長い。しかも人を超えて神になろうとしているわけじゃ。10回や20回、いや100回や1000回挫折するのは当然のことと考えなければな。じゃあそういう時はどうしたらいいの。そういう時にはできる修行から始めるんじゃ。できる修行。挫折したり修行できなくなるというのは誰にでも起こることじゃ。大切なのはそうなった時に諦めて修行を放り出すのではなく、コツコツと自分にできる修行を続けることなのじゃよ。さあ、タモン君のところへ行くぞ。シム良心の実践じゃ。どうせ僕は何をやってもダメなんだ。真理の修行なんて僕には荷が重すぎるよ。タモン君。ああ、ヨルちゃん、ダルマ博士。ヨルちゃんから話は聞いたがの、修行はステップバイステップと言われておる。何でもいいわ。できる修行から始めましょう。僕には
心理の修行なんて無理だよ。初めから何でもできたら修行する必要なんてないじゃない。でも蓮華座なんか組む気になれないし。じゃあ寝そべったままでも構わんからマントラを唱えるのじゃ。それからちょっとはエネルギーを上げる修行もした方がよいから。そうじゃ、マントラを唱えながらアシュビニムドラーもやったらよい。はあ、はい、カウンター。1日目、寝そべったまま休み休みマントラを唱えた。2日目、昨日よりは長くマントラを唱えた。3日目、マントラを唱えながらアシュビニムドラーもやってみた。エネルギーが上がって気持ちよかった。4日目、ちょっとやる気になってきたので金品に出かけた。金品の間は歌を聴いていた。5日目、今日も金品に出かけた。6日目、久しぶりに蓮華座を組んでみた。7日目、道場に行ってみたくなった。いや、ヨルちゃん、道場で会うのは久しぶりね。うん、ちょっとずつ修行していくうちにやる気が出てきたんだ。よかった。本当に修行ができなくなったらできる修行から始めるといいんだね。ダルマ博士にもお礼を言わなくちゃね。カモン君は元気に修行できるようになったようじゃな。君たちももし挫折したりやる気がなくなったりして修行ができなくなったとしても修行を放り出してはいかん。何でもいいからとにかくできる修行を続けるんじゃ。ただしいつまでもできる修行に安住していてはいかんぞ。絶えず自分にできる限界を目指さんとな。こんにちは、ダルマ博士。おや、二人ともどうしたんじゃ。これを。ん？そのストップウォッチは？僕たちやっと6時間の蓮華座を達成したんです。安住してはいかんって言ってたわよね。博士も蓮華座6時間挑戦してみない？はい、博士。そうじゃ、常により厳しい道を選ぶ。それが修行者じゃ。よし、頑張るぞ。
最近ダルマ博士を見ませんね。どうしたのかしら。オーマーフーバジラ生シパやバジラ生グルや。挫折したらまずはできる修行からじゃ。